文化放送ポッドキャスト q 続いては大竹紳士交友録水曜日のゲストはこの方、鬼太郎さんです、どうもこんにちは、はいいやもう最近、漢字がもう年で書けなくなっちゃって、うん、これ、パソコンをいじってるから、漢字と接してないからだとか言うけど、うん、そうじゃないね。はい、あそう なんか字がね書いてもね、うんはい、この字は正しいのかなどうかなって迷っちゃう時が多い字書かないからね楽しいとか書けるそういう簡単な字を置け今楽しいと薬となちょっとだけ分かんなくなっちゃうねちょっと違いますよねちょっと書いてみろ正しさ冠、ね、があるのとないのとねそれで書いた後にね、はいうん これが正しいのかどうかって思っちゃうけど、ほちょっとお酒見せてみよう。書けないと思うよ、俺。ほんと、書いてない、これ。違って、間違ってる。終わ、ってるわってる。100点。あ、本当とだ。小学生、小学生になれる。ちょっと悔しがってるだろ、う。ちょっと悔しがって、書けてないと思うだろうたまに。そうそう、俺ね、書書けけなないよ全然サインの色紙に、人生気楽に、ハットホットあらよと書くんだけど、この気楽の楽っていう字が、ふと、あれ これ、どっち、下の木、下木だったかな、水みたいなのだったかなって思っちゃう、もう、まあ、多いだね、廊下で。で、書いた字がね、優勝決定戦の手っていう字が、書く、手っていう字が、書くの、定めるっていう字、定める。それで書いた後に、バランス的にこれじゃないんじゃないって思っちゃうんだよ。 これもパソコンいじってるせいじゃないね。書き慣れてないからじゃなくて、廊下だね、ある種の。俺さ、字知らないからさ、あの、サインして、サイン書くじゃんで何も書かない。自分の名前しか書かないんだけどさ、あの、お名前はって聞くそうなんだ、よだな。お名前はって聞くとなんか、今日はあの、今日と人にみたいな。なんか、何言ってんだろうな、こいつのとこなんか今日はなんかこう、 それで、その時なんか難しい字があるんだよね。あるんだよそれで、あの、書いてっていうのも恥ずかしいしね。どういう字か。うんうん、もう。いや、俺もちょっとわ、俺はそれはもうちょっと悪いけど、ちょっとここに横に行きとした書いてくれって言うよ。うん、言うよね。だってか、わかんないんだもん、その。わからない。特に人の名前はね。わからない。屋号とかなんかもね、絶対になんか書いてある、あの、マッチとか、そういうものを見,見ないと、 間違えて書いて、とんでもない、ごまかすと、何に書いてるか分かんなくなっちゃって、めちゃくちゃになっちゃって、お前、よく防線で消してたもん、よく消しますよ、サインをですかサイン色紙の横に防線でなんか消て、でも俺は、サインはね、ちゃんと今は、なんて書いてあらよっとと人生気楽に、はっと、ほっと、あらよっとって書くんだけど、はっと、ほっと、ほっと、ほっと、あらよはいいんだけど、はっとってどういう意味なの これはね、うん、まあ語呂なんだけど、まあまあ、はっとするでしょ、人生、いろんな場面で、その後ホほっとするじゃない、それが通過すると。いや、でも、そう,そうだね。電車に行かれそうになっていやいや、はっとして。うん、でも、ハッとは書かなくてもいい,い,いんじゃないの、だって。ダメだめ、はっとしたハットに、ほっとするでしょ、はい、あ自転あ電車がぶつかりそうだった、自電車に、うん、あ避けられた、はっ、うん、としたでしょ、でも、ほっとした後に、うん、あらよっ、とってもう一回ぶつかりに行けっていうような、そういうような。<laughs> ダメだ,めだ,めだめなんだけどもう一回ぶつかりにいっちゃうのほっとしないであらよっとってもう一段階超えろっていう意味があるんだけど、うん、ほとんど伝わらないんだよいいいんだよそんな気楽な感じがあるだけで <laughs> やっ、ね、ちゃえな色紙じゃなくて、うん サインを求めらられたら書いてその字だけのサインだったらもうお断りするみたいなそんなメージじゃないからそんなあれすることはないんだけど書くならしっかり書こうっていうふうに 昔の人みんなそうだったんだよ。俺、昔は、あの、ずっとなんか、横に、うんこの膜クなんかずっと書いてたんだよ。はいはい、<laughs> しかも、<laughs> おたけまこってと <laughs> <さ>ミミズみたいな字で、汚ね字なんだよな。<laughs> うん、でその、ね、うんこみたいな膜が全部、あるとこ行ったらずっともう何十年前にかかったのも、それ飾ってあってさ、<laughs> そうとさでさ、うんこのクつけたら、たた <laughs> あ、もうあれ書いた、<laughs> 俺、その時は笑ってくれたんだよ、でも。そうなんだよね。 いやでも意外と本当に欲しい人とそうでない人がいるからね、その辺で、いや、本当に欲しい人も世の中にいるんだなと思い始めて俺も欲しい人のサイン欲しいから。いや、でもものすごくうまく描いたりな、あの武者小路、実つだっけみたいになんかな、キュウリの絵がなんか描いてな、なんかあんなふうに描けたら羨ましいね、絶対できないもんね、そうか、もうちょっとなんか、まあでもそんなことそれで、今日のテーマはですね。はい 今ちょっと話題になってる白鵬記者の取材拒否の問題ニュースになってましたね,ね、うん、その原因は何かっていうことを僕はいろいろ探ってきたんですけど、うんはい、探ってきましたか分,分析できましたか分析できましたけど、はい、できましたか <laughs> <laughs> 最要的に白鵬に聞かなきゃ分かりません、うん 当然。ははい。最終で結論はそれはそうですよ。発行が。なぜか。三つあるんですよ、この理由が。はい。あの、取材拒否の。三つある。一つはね、あの、前の海が、前の海さん。あの、公演、ある催しで公演をやったんですよね。その公演の記事が出た直後に、え、 白鵬がちょっと怒ったのか、うん、その内容が、うん、外国人力士はい,いない方がいいっていう,、うん、いうような発言をしたっていうんだけどそこ間違えるなよ大事だよそれちゃんとなんで、うん、それそうそうそうそれで俺は、うん、その講演をちゃんと YouTube で前のみの講演が30分ぐらいあるのね、うん、それを全部聞きましたあ偉い、うん、それで、うん でその時前舞の海はという人がいますがって言って、全然、もう前の海の意見じゃなくて、その公演では、舞の海はね、相撲の歴史のことをずっと語ってて、相撲の,あの発祥の地はモンゴルだとまで言ってるのね。あそうなんだ。モンゴルから相撲がこう来てるんだっていうようなことを言ってて、この前の海説は俺はちゃんと確かめて、その。 記者の方が誤解して書いちゃったのかもしれないから、うん、わかんないけど、うん、前の見せつではないなと僕は。はちゃんと僕は。はい。あの、そう。うん、それの時に、うん。ギリギリ頭がちゃんと繋がってる感じするね。そう、今日、ちょっと。うん、今日ね。それで、ね。うん このね、前、また、もう、ま、次の説あるんだけど、これ見てて面白いのはね、前の海はね、公園慣れしてるというか、何回もこの話はしてるなっていうぐらい面白い話が、曙との戦いの話を15分ぐらいするわけ。あそう。うん。そう、多分ね、坂東さんが長島の話をすれば1時間もするのと同じぐらいに、曙戦のことを熱く、 私はどうやって勝つことができたかっていう話なんだけど、いやいや、これが勉強になったよ、俺は。こういうことなんだって。要はね、なしよ、全体、あけぼの見ると、でかくて、もう、前、でも今、話、それてるのは分かってれ、それてるのは分かってます。それてるのは分かってあと2つ聞きたい、それで言うわ。まだ3つって言って、あけぼの話。でも、大学教授の話は、こうやってそれるんだ それお前、大学教授じゃねえしまあ、そうなんだけど。な、お前、ただ、ただの原因だから、聞きたいことにちゃんと3つパンパンって答えてくれと、すっかりその後でいやだねって。枝葉を話したんだけど。だって、これだって聞きたいだろ、あけぼのに勝つ方法は、前の海の発想そこまで言われちゃったら、それちょっとは聞きたいよ、だって。あのね、もう身長が違うでしょ、立ち上がるって。 あの、自分の前の立ち上がるって何立ち上がって、あの、身長さ、身長差が違って、もう前の運の立ち上がるってなんだって聞いたんだよ。だから、二人が立ち上がるわけよ。立ち合いだろ立ち合いなんだけど、立ち上がるんだ立ち合いの話じゃなくて。なんだよ。立った時っていいよ、さ。だったら、お前はいちいち。立ち上がりって言うからなんか変なのに感じたんだよ。へそに、自分の目線。へそへそなんだって、明けぼのの。へえ。 で嘘だよ、へそはもうほとんど、ちょっとあけ物じゃない、ちょっと前のようにかがんでるかもしれないけど、ちょっとかがんでる、嘘だそだ見に当たって、こうやって見上げて、途中ねどこか見に行っているそれでね、背が高くて、この全体と戦ったら勝てない、ものすごい稽古の時も一押しでやられて、その時にね、もう全体を見ずに、あけ物の足と戦ってるんだ。 思ううよにしたんだって要は、どっちみち上半身はもう見ない、ないものだと思った、あけぼは、上半身なんていうものは、もう足と戦ってるないと思い込んでるぐらいな、前の海は言ってた、もう上半身はあけぼににはないんだって、あけぼの足と手で攻めてきたりしないの、向こうは。だからそれはくっと身をかがめて避けるんだけど、もう手もないと思って。 足と戦うんだって、全体を見ないっていう、うん、この前の目の賢さはすごいなーと思って、足しか見てない、足、もう足,も足と戦ってんだ、けでは何勝何勝敗だったそれでいや、一回勝った時の話だけその後は多分そんな勝ってないと思うんだけど、<laughs> 全部勝ってないんだ。 一回、一回勝った時の話をする永遠とするんだよ、ら、稽古場でもね、前も誰かと将棋やって勝負して勝った時の話、永遠とするとちょっと似てないですよね。ないですそのね、稽古場でもね、あけぼが呼ぶんだって、あれ、あの、外側、外側っていうんじゃなくて、ん巡業の時の稽古なんかは、あの、強い方が相手を示して来い、来いって言って。あ、そうなのん。で、疲れてくると、前の海来いってあけぼに言われて、ドンって一つきでやられて、 でずっとこのまんまだとやられると思って、秘策を考えたんだけど、うんはい、稽古場ではやらなかったらしい、はい、くっと、前を、ふっと手がきた瞬間に。猫魂 猫玉にひュッとかがむだけなんだけど、なんか話が見えないけどな、見えてねえんだけど、<laughs> え見えただろ、舞のは、全体を見ずに、部分と、それも、もそ,れもそういうい考え方もあるってそれは分かったけど、その時にどういう戦い方をしたかがないと、<あ>全然この意味は分かんない、ね、それはね、YouTube で、もうやってい <laughs> いや、いや、いやい足だけ見るっていうのは分かったけど、からどういう戦いをしたのかっていうのは だから永遠と喋ってんだよ、前の海が。これはだからもう、もう公園慣れしてんだよ。これ15分だと終わっちゃって、こうわちゃかった、もううるせえよ先行こうですよ。黒船あと2つ、黒船ってなんだよ。あと2つ言えよ。黒船とか言う。お前、あと2つは、話さない。話さないつもりじゃねえだろうな。いやいや、2番目じゃまだ大丈夫。ダブだよ、もう時間船黒ん アケボノとか、はい、あの、ムサシマが来たときは、はいくな、黒船来航と言われましたとか言って、はいはい、モンゴル襲来とか今は言われてますかど笑いを取ってるんですけど、前の日の公演ね。はいはい、で、二番目です。何 それなのそれ、付け足みたいな、その、<laughs> そね、クルーフレンチ襲とか<何>。<laughs> ととそれなんかこれ、お前、それはお前、ちょっと覚えてること言っただけだもんだって、それは。<laughs> 足、それはどうして、どうして足を取らないんだって。<ー>足と、取って勝ったって理由を言わないんだって,ってだそのても誤解して書いて、あの、白鵬が記者に取材を受した。俺の興味は足しか見ないで、うん、どうやって勝ったんだよ。だから足掴んだんだよ。 <laughs> 当たり前だろ、お前。足しかないんだよ、お前。足つかんだん。足,んだ,足んだって上からピシャってやられちゃうじゃないですか。かんだ足。足と戦ったんだ。上半身はもう、なしにして。で、<ー>え二、ー、番目の理由が <laughs>。来週、か、もうやらないかもうやらないかですね。三<れ>つのうちに。あ、高橋源次郎か、お前は。閣僚、うん、の問題があって、三、はい、番目は春巻きの問題。 いろいろあるんじゃない。まあ結論は、はこうに聞かないとはからない。最初に言いましたけどね。はい、わかりました。は春まふじの応援の、あのう、奥とかそういうの言いたかったんじゃない。それも、もう原因の、それが。はつということで、北野さん、あのありがとうございました。あの来週もよろしくお願いします。明日のこの違う商業科の大森のすみさんです。お知らせの後は交通情報です。